知れ千本桜。俺は黒崎一護、15歳、高1。とにかく物心ついた頃には月が天下。あんたの動きはもう読めたぞ。黒崎君にとって朽木さんは大切な人。あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎君にとって黒崎一護、15歳、現在死神業代行。とにかくなんでここにいんだよ。ソウルソサイティとかいうとこに帰ったんじゃなかったのか。あんたの動きはもう読めたぜ。あんたの動きはもう読めたぞ。黒崎一護、15歳、現在死神業代行。
なぜ井上の兄貴が俺を。目の前突き知ら装填機種フェンサー、あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎一護15歳。この腕は確かに。そうだ、約束だ。だから俺は負けられない。一撃で決める。古典大臣月月天下これは任せろ。与えてくれた夜市さん、感謝しないとな。黒崎一護15歳、現在死神業代行。これは任せろ。古典大臣月月天下、あんたの動きはもう読めたぞ。黒崎一護15歳、現在死神業代行。お前が一番うまそうだ。なるほどな。一撃で決める。装填機種
で決める。古典大社あんたの動きはもう読めたぜ。黒崎一護15歳、現在この腕は確かに俺の右腕の真の姿。黒崎君にとって朽木さんは大切な人。一撃で決める。古典大社決勝戦勝。俺は任せる。蒼天騎手。あんたの動きはもう読めたぞ。俺が作られてすぐにソウルソサエティは一撃で決める。耐えてくれた夜市さん、感謝しないとな。黒崎一護15歳、現在死神業代行。では確かに俺の右腕の真の姿。黒崎君にとって朽木さんは大切な人。
一撃で決める。古典大神熱が転生。これは任せろ。昇天騎手あんたの動きはもう読めた。あんたの動きはもう読めた。姉さん、ルキア、てめえ何者だ。うわっ、っ一撃で決める。一撃で決める。鍛えてくれた夜市さんに感謝しないと。一撃で決める。古典大神一撃で決める。鍛えてくれた夜市さん感謝しないと。一撃で決める。古典大神月が転生。これは任せろ。鍛えてくれた夜市さんに感謝しないとな。
黒崎一護15歳現在死神。この腕は確かに俺の右腕の真の姿。一撃で決める。古典斬首。あんたの動きはもう読めたぜ。これは任せる。装填機種。こちらは4番大副隊長、虎徹イサネです。走れ、イテグモ。月が転送。これは任せる。装填機種。あんたの動きはもう読めた。任せろ。月が転送。これは任せろ。装填機種。これは任せろ。月が転送。これは任せろ。装填機種。一撃で決める。一撃で決める。黒崎君にとって朽木さんは大切な人。これは任せる。古典斬首。月が転送。これは任せる。装填機種。
一撃で決める。古典斬首。一撃で決める。古典斬首。古典斬首。あんたの動きはもう読めた。一撃で決める。古典斬首。着火砲。月牙天砂。これは任せろ。蒼天騎手。波動の矢、逆雷。これは任せろ。あんたの動きはもう読め。
一撃で決める。古典ダッシュ。創業の断り。黒崎一護15歳現在死神業大工。隊長が一度出した指令に変更はありえない。どうしろと。動きはもう読めた。どういうことだよ。てめえ、あの時川べりにいたやつだ。十三代。月が天下。俺は任せろ。十三代。月が天下。あんたの動きはもう読めたぜ。
存量まで。ならばしばしば。忘れたのかい？ホローは霊力の高い人間を好んで襲う習性のあること。ユズ、カリン、クソ、やっぱり気づいてないね。君の近くにいる人間、霊力の高いのは家族だけではないのに。石田ウリ、クイーン氏、僕は死神。何だい？月が転生！あんたの動きはもう読めた。